令和元年10月6日第24回阿蘇マルシェが阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで開催され、早朝からたくさんの来場者でにぎわいました。午前7時に阿部牧場の搾りたて牛乳が先着100名に配られ、阿蘇マルシェがスタートしました。今回の阿蘇マルシェでは阿蘇で採れた新米を味わってもらおうと、うちの巻料理維新の会が旬の食材で朝食を作り、先着200名に500円で提供されました。朝食には釜で炊かれた一目惚れ、コシヒカリ、ミルキークイーンの3種類のご飯や煮物、だし巻きなどのおかずとお漬物が並べられ、来場者は新米の食べ比べをしていました。会場には阿蘇の特産品や加工品、野菜などの出店もあり、お買い物を楽しんでいました。ステージでは10歳以下の子どもたちによるおにぎり上手に作ろう大会があり、子どもたちは思い思いのおにぎりを作り、会場を沸かせていました。またよさこいチーム阿蘇こいカルデラによる踊りや、日の山スポーツクラブのヒップホップダンスなども披露されました。最後に会場内で買い物をしてスタンプを集めると参加できるスタンプラリー抽選会があり、出店店舗から阿蘇の特産品や人気商品が当選者にプレゼントされました。残念ながら当たらなかった来場者にも阿蘇の新米と赤牛くんキャンディーのつかみ取りがあり、今回の阿蘇マルシェも盛況のうちに終了しました。